こんばんは。4回目の移植周期 D14 に病院に行ってきましたのでご報告したいと思います。予定の変更があったんですが、無事病院終わったのでご報告しようと思います。この日はちゃんと排卵しているか確認するために病院に行ってきました。予定では今日ちゃんと排卵していたら次の日シート法をしましょうという予定でした。病院についてエコーをしました。エコーで内膜の厚さと排卵しているか先生が見てくださりました。内膜の厚さは 10.8mm ぐらいありました。卵もちゃんと排卵されていたので大丈夫ですよって言われて、あ、よかったって思いながら、エコーをしてもらってたんですけど、先生の方からすいません、予定表ちょっとおかしくなってましたねって言われて、え、なんだろうって思ったら、もう今日排卵していたのでこの後採血をして血液の値を見て大丈夫だったらもうシート法をしましょうと言われました。なんか私は予定表を見てて次の日だと思ってたので、もう今日するんだと思って、次の日病院に行く手間が省けるので、先生もそのことを考慮してくださって行ってくださったので、それは次の日病院行かなくていいんだったらいいやって思ったんですけど、あ、シート法だと思っていました。その後採血をして、採血結果が出て先生との診察がありました。診察でちゃんと排卵もされているので、9回目の採卵の時に使った培養液をシート法で使うために凍結してたので、誘拐して今日シート法を行いましょうとお話があって、ちょっと待っててくださいねって言われて待っていました。だいたい15分から20分後ぐらいにまた呼ばれて内診台に上がってシート法を行いました。先生からまた内診台に上がってもらってすいませんねみたいなことを言われて、大丈夫ですよって言って、シート法を行ったんですけど、シート法の流れはさっきも話したんですけど、9回目の採卵で使った培養液を凍結しといて誘拐して子宮に入れてもらうっていう感じなんですけど、培養液を入れてもらうことでもうすぐ卵が来ますよっていうのを事前にお知らせするという感じだそうです。内診台に上がって中では本当に人工授精の時と同じで、名前とその培養液が入ったものを私にも見せてくださって、ちゃんと名前合ってますねっていう確認があって、それから消毒をしました。消毒をして入れますねっていう感じで入れてもらって終わったという感じです。本当に人工授精の時と一緒、なんかちょっと思い出しました。その後看護師さんとお話がありました。看護師さんと一緒に確認したことは、移植日の流れと飲む薬が2種類出たのでその確認をしました。今日シート法を行ったので1日分だけ抗生剤の薬が出ました。でそれを飲んでくださいっていうことと、あと今日から毎食後ルトラールという薬を飲んでくださいと言われました。これは抗体ホルモンの薬みたいです。移植日の話もありました。3月18日月曜日17に移植をするので、お昼2時に LINE してくださいっていうことと、持ち物の確認と注意事項の話があって、私一つ気になってたことがあって、ラクトフローラホルテという膣錠を使っているんですけど、それは移植してからも使えるのかどうか、使えますかっていうことを聞きました。ちょっと早めに私自身使い始めてたので、2個ラクトフローラホルテを買ってて、まだ2個目に突入して余ってるので使えるかなっていうことを聞いたら、看護師さんが先生に聞いてくださって、わざわざ先生が来てくださって、
教えてくださったんですけど、ラクトフローラフォルテはその悪い菌とかではないので移植後2日か3日までは使っていいですよっていうことを言われて使うことにしました。でその後わからないことないか聞かれて、まあ、大丈夫ですということでこの日はお会計をしておしまいでした。この日はちょっと予定の変更もあったんですけど無事シート法が終わりました。今日シート法をしましょうって言われた時に、あ、今日するんだと思って、急に、あ、本当に移植できるんだっていう実感がすごい来ました。シート法初めてだったのでちょっと緊張したというか人工授精の時を思い出したんですけど、今までとは違うことができて、前々からシート法しましょうねっていう風に提案されてたんですけど、したくてもできなくて、でも今回することができたので良かったなって思っています。今回で4回目なのでできたら違うことをして、まあ、移植に臨みたいなと思ってたのでどうなるかわからないんですけど、無事移植に進めるのでよかったです。実は今日は移植日の前日です。いよいよ明日移植をします。なんかやっとここまで来れたなって本当に思っています。もう前に進むのみだと思ってるので、まあ、結果がどうなるかっていうのはもう今は何も考えないで、まあ、普段通り過ごせたらいいのかなって思っています。昨日、まあ、夜携帯とか触ってて、前回移植した時のフライング検査の動画をなんか振り返って見てて、あんまり自分の動画って見返すことないんですけど、4回目の移植なんですけど毎回覚えてるし、今週期はあんまり意気込みすぎずに、きっと移植したらもっと、はあ、どうなんだろうって思っちゃうのかなって思うんですけど、のんびり行こうって思っていつも通り過ごそうかなって思っています。なんかすごいワクワクドキドキという感じです。頑張ります、頑張りますというかいつも通り行きたいと思います。それでは今日はここまでです。最後まで動画見てくださりありがとうございました。いつも温かいコメントも本当にありがとうございます。不妊治療されてる方も、不妊治療を経験されてママになられた方も、変わらず動画を見てくださって、頑張ってねとかパワーを送りますとか言ってくださって本当に温かいなと思って嬉しく思っています。いろんな方の温かい言葉をパワーにして明日移植に挑みたいと思います。ではまた次の動画まで、さようなら。こんにちは。実は昨日島村に行ってきました。前から動画を見てくださってる方はご存知の方が多いと思うんですけど、私は島村と田中里奈さんコラボのミーサクローゼットというブランドが大好きです。それで金曜日おととい田中里奈さんのインスタで新しいお洋服が島村で発売されますよっていうのを見て、開店と同時に昨日島村に行ってきました。もう今回はすごいもう接戦だったんですよ。私ギリギリに島村に着いて、もう前で並んでるんですよね、人が。
で結構同年代の方が多かったり、ちょっと上の方もいたりで、あ、これは多分ミンサクローゼットのやつ狙ってる人だと思って、やばいと思って、開店と同時にもうスーって、だいたいもうここにあるはずだっていうのは分かってるんで、もうさーっと行って欲しいのだけパッパッパって取って試着をして帰ってきました。ちょっと今日は実際に着てコーデを組もうと思います。1着目はこちらのブラウスです。すごいシンプルなんですけど、裾がバルーンになってて可愛いなってまず思いました。あと肩の部分、肩のところもちょっとギャザーが寄ってて、少しふわってした感じになってて、女性らしくていいなって思いました。色が黒と白あったんですけど、私はちょっと透けるのが嫌だったので黒にしました。デニムと合わせて着てみたんですけど、会社に行くときはまあこんな感じで使えるなって思ってて、お出かけ行ったりとかお休みの日はすごくシンプルでいいんですけど、もう一工夫したいなって思って、こちらのスリーウェイ付け襟を横にちょっとつけたら、黒と黒でまあちょっと素材感違うんですけど、またちょっと変わって可愛いかなと思って、お出かけの時はちょっとつければ少しまた違った感じになるのでいいかなと思って着てみました。今デニムなんですけど、これをあのカラーパンツとかにしてもいいかなって思っています。はい、こんな感じで赤色のカラーパンツ、これも島村のなんですけど、これと帽子を合わせてみました。また色を入れることでさっきと雰囲気が違っていいかなって思っています。あと小物も足すと、さっきはちょっと綺麗めな感じだったんですけど、やっぱ帽子入れることによってまた違う感じになるかなって思っています。もうすごく気に入ってるので、いろんな合わせ方をしてたくさん着たいと思います。2着目はロゴ T シャツです。このロゴ T シャツは値段は安いんですけど、ちゃんとロゴの部分が刺繍になってます。私はこれが結構ポイント高いかなって思うんですけど、プリントかなって思ったらちゃんと刺繍でした。生地もサラサラしてて、値段の割に本当にしっかりしています。シンプルにこうやってデニムで合わせてもいいかなって思うんですけど、またちょっと違う感じに組み合わせてみたいと思います。チュールビスチェと合わせてみました。このビスチェも結構気に入ってて、動画でも着てることよくあると思うんですけど、半袖のロゴティーに合わせるのもいいかなと思って合わせてみました。またちょっと違う感じになっていいかなって思うんですけど、どうですかね。もう一着合わせたいのがあるので合わせてみようと思います。ワンピースと合わせてみました。ちょっとこのワンピースドレッシーな感じなんですけど、こういうワンピースにも合うかなと思ってラフな T シャツを合わせてみました。本当このワンピース着る場所を選ぶんですけど、今回買ったロゴ T シャツと、あと下はデニムを履いています。このままワンピースとして着るのもいいんですけど、デニムと合わせるとまたちょっとラフな感じになって、着るところも狭まれないかなと思って合わせてみました。ここが編み目みたいになっててすごい可愛いんですよ。春になったらどっかお出かけ行くときに着たいなって思っています。3着目はプルオーバーです。こちらのプルオーバーはもう袖がなんといってもポイントです。広がってて可愛いです。あとは生地に結構光沢があって、実は今回買った中でこれが一番安いんですけど、それでも全然安く見えない。3着の中でも一番気に入っています。スカートと合わせてみました。ちょっと同系色っぽいんですけど合うかなって思って合わせてみました。でこのまま単品でも全然着れるんですけど、またビスチェを合わせてみようと思います。こんな感じです。一つ重ねてもやっぱりいいかなと思って合わせてみました。この色も
結構色を統一感持たせたんでいいかなって思っています。もしディナーに行くとき、でもこれ全然合わせられるなと思っていて、ワンピースと合わせてみたいと思います。ワンピースと合わせてみました。結構黒色のカチッとした感じでも合うかなって思っています。ディナーとかちょっとしたパーティーなかなかないんですけど、パーティーとかワンピースの下に合わせると結構袖がゴージャスな感じなので合うかなって思って合わせてみました。久しぶりに島村に行って服を買ったんですけど、まあ、今回買った中で旦那さんに LINE でどれが一番好きって言ったら、この服って言ってました。私もこれが一番好きです。治療も仕事もまあいろいろちょっと嫌だなって思うこと日々あったりすると思うんですけど、なんか辛い時こそ、まあ、自分の好きなものに目を向けたり、これしてて楽しいなとか、この人といるとすごい幸せだなとか、そういう時間を大切にしています。治療ばっかりに目が向いてしまうと結構辛くなってしまうので、好きなことを忘れないで治療も頑張る糧として、今回のおまけも楽しく撮れたかなって思っています。皆さんも大変なこといっぱいあるんですけど、まあ、好きなことを忘れないで一緒に頑張りましょう。ではまた次の動画まで、さようなら。